阪神ファン集合、ドラフト1位組最高すぎる。ドラフト1位なんだからみんな活躍して当然だよな。バンテリンでこんな点取れるんやな。ヒロインは西純やろな。森下プロに適応とサトテル副長大きいわ。特にサトテルやっとホームラン打てるようになったな。5回までは閉まった試合だった。8月でなんとか貯金20作れたら優勝できそうか。気持ちのいい試合だったね。っていうか、佐藤のホームランえぐいくらい飛んだよな。140メートルくらい飛んだか。佐藤なんやかんや20本は打てそうやな。調子悪い6、7月をなんとかキープできたのはでかかったよな。8月は調子良さそう。今日は西が全てやね。1回でダメかと思ったけどようやったわ。ありがとう。サンキュー西純。佐藤はまた何の脈絡もなく絶不調にならなきゃ30本近く打てそうなんやけどな。近本森下大山佐藤西純。打線で活躍したのドラ1ばっかやね。西純ほんま打てるのがええわ。打線復活したらそら強いよ。西純結局去年と同じぐらいはやれるんやな。純やっや。クリーンナップのドラフト1取りを涙出るわ。阪神とは思えねえ。しかし散々フォームだタイミングだなんだ言われてた佐藤の不調が、バット1本で変わるとは誰も予想してなんだ。名古屋ドームで2桁得点っていつぶりや？小笠原そんなにコントロール悪かったかな。打つようになると楽しいわ。阪神勢は全部勝ち越ししてるんだな。そんなイメージないんだけどな。ご視聴、ありがとうございました。チャンネル登録、高評価も、よろしくお願いします。他の動画もぜひ、ご覧いただけると嬉しいです。